のゲーム実況はコントローラー持たないんですよ。持たないよ。新しい持つ時代終わりましたから。新しい今日はクリロナ11人対ベッシュ11人よっしゃー。めちゃくちゃ気になるじゃないですか。気になる。結局やもんな。一番上手いサッカー選手2人じゃないですか。2強やもんな。バロンドールを取り合う選手ですから。それでどちらの11人が勝つのか。そうやな。という検証でござんす。どちらを選びますか。俺はい。梅氏。絶対梅氏。僕、マギは僕、リロナです。下ネタマジやめとけ、今は。ちょ。僕はロナウドですね。もうメッシで。行きましょうか、じゃあ。早速行きます。勝てるんですか？多分メッシやな。クリロナやと思います。理由はやっぱタッパーもありますから。ディフェンスの面だったりゴールキーパーの面でちょっと勝つんじゃないかなと思ってます。メッシもやっぱ小さいから、はい、そこを今まで小さいながらやってきてるっていうのあるから、だから大きいやつに対して戦うのうまいと思う。なるほどね。うん、同じです。うまい。うわうわえすごっ。ほんまに気になるわこれ。確かに。だって多分対マンで喧嘩したらクリロナやろ。喧嘩ってなるとな、うん、分からん。メッシがめちゃくちゃ強い蹴りも本当に。うわーキーパーメッシでかない。え、なんで。え、でかいでかい。あ、じゃあ一段上やった。あ、ほんまや。さあ、やりました。さあ、左から右に攻めますわ、メッシ。右から左に攻めますわ、クリスチアーノ・ロナウド。さあ、メッシクロス喧嘩でも出てた。さあ、ここに監督モードですから、私たち。はいはいはい。これもうゲーム実況でコントローラー持つじゃん。あー、いいトラップ。さあ、あ、メッシ得意なやつや、今の。ナイスです。強いな。ロナウドがいるんですね。右サイドバックはロナウドがいます。寄せるのが、はい、めちゃめちゃ寄せ方がロナウド。うわ、左に来るとな。うわ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 。メッシさん、左に。やめてちょおー、ナイスナイス。つなごつなご、帰る。フィジカル。そう、右に再展開。やばいロナウド。うおー。さあ、寄せるのがクリスティアーノ。トラップ固くね。めっちゃ回すな。メッシのサッカーね、ほんまに。そう、おっと右足で、おっと、いや、強い強い。さあ、ここを右サイドにクリスティアーノ・ロナウド。落としたのはクリスティアーノ・ロナウド。右サイド展開、クリスティアーノ・ロナウド。もう一個前に出そうか。ああ、スピードに乗った、スピードに乗った、左で打った、ゴール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 。なんかさ、メッシよ、メッシよ。いや、まだ分からんよ。完璧だ。おっと、メッシ、メッシ、うるさいな。いけクリスティアーノ、クリスティアーノ。おお、ヒールなんかも使っちゃって。あ、こうクリロナゾーンや。クリスティアーノ、クリスティアーノ、なんかやってみ、なんかやってみ。そんな角度で上げる。メッシ行かれへんで。ロナウドのその上を越えられた。早っ。これクロス。ゼローや。クリスティアーノ、本物のメッシやな、多分。ポジション的にこれ偽物やろ。確かにここ偽物やな。握り上げとんもん。これ本物だ。お互いそう、やっぱりイーブンイーブンは出てんな。そうやね。1位メッシか。よっしゃ。何番のメッシ。どのポジションのメッシのこと。フィジュルンちゃん強いな。あ、やっぱやね。加速か。ちょ何しとん。来た守備は。ロナウドはさ、右も左も蹴れるやん。そうやな。メッシ右蹴られへん。メッシ右蹴られへん。なんかちょっとぎこちないね、クリスチアーノも。なんか相性あるんじゃん、クリロナと、クリロナが。うわうわぁ、何今の。裏出せ、もう裏出してみ。うわ、それ好きやな。めっちゃ使うな。オフサイド。メッシのサッカーの方がなんかバルサ感あるね、やっぱり。そうやね。で、左のやつ絶対ドリブルシーンやね。左のメッシは。あいつ。こいつめちゃくちゃドリブルシーンやね。で、切り返して右で上げる。ほら。わあ。うわぁ。うわぁ。キック力あるな、そっち。プロやね。あ、そこ。小学生ちゃうね。あ、やばいやばい。あいつ、な、右で。あ、やばいやばい。じゃあそのクリアやめようや。カットしていってんだろう。おう、一人巻き引かおるやん。パス強い。絶対競り合い負けるわ、さっきから。逆転返してみ。いけ。うわ、いけ。うわ、強いわ。急にクリロナらしい。何今の。ロナ強い。ロナって呼んでいて。クリ柔らかいな。クリはあかん、クリ柔らかいはあかん。
メッシ止めたってゴールキーパーあれ赤は強い。うわっ負ける負けるロナにその裏は負ける。リオネルもね。うわうわこけてた今。こけてたね、雨やからな。おいいねいいね。うわやばい。うわーうわーセンタリング中2枚負けました。きた。あげられたらもう負け。そうなん。クロスされたらもう負け。クリスチアーノなんややっぱり強いわ。やるな。うわ前半がシュート数がそっちパスをめっちゃ繋いでますわ。ほんまやこういうの出るんやな。ほんまにタックルもっとしていこう。一時じゃ足り個人的やん。後でセーブもして。車白が多いんやな結構こうやって見るとスタジアムの周りってそこ見る人おらんで。選手交代したいな。選手交代します。選手入れ替えで多分疲れてんねんな。これこいつとフォワードや全員そうや、コピーやもん。こいつとこいつ変えさせてもらうわ。いい、そいつでよかった。うん、ちゃうやつの方がええんじゃん。そいつはこいつも変えさせてもらう。うん頼むぞ、後半采配がいいかもしれない、うん、当たるかもしれない。うわ走り方池谷直樹飛び箱飛ぶ前うんいいね。ナイスメッシ。お、キーパーメッシやな。展開がメッシ。うわぁ、うまい。え、いや変わったやつやで今の。待てよ、右であげんなよ。ああ、あいや、うわあんなことしたら決めなあかんぞ。一個前で打っとけばよかった。ほんまに打てよ。メッシーの遊び心出た。うん、クリロのヒールと一緒。5秒以内にします。5、4、3、2、1、0。せーアウトなんかこじゃれたことで。おーひろひろ絶対いけ絶対いけ。出すな出すな。いけ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 。寄せろ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 遠いって寄せろよ。寄ってないんだから。リトリートしてだいぶリトリートした守備してるね。あの寄せな。おえあうちのやじゃうわいやー詰められてたよそっちのメッシ。クリスチアーノクリスチアーノクリスチアーノ強クリスチアーノクリスチアーノクリスチアーノおぉクリスチアーノ やばいコーナーはマジでやばい。クリスチアーノ蹴るんだね。クリスチアーノやんショートコーナーあれショートにしたんやもらったんはクリスチアーノセンタリング。うわークリアメッシ拾ってくれ。あ拾ったのはロナ。クリからクリが中に中に出すのか。さあ外に出した外に出したそう中に中にクリから中にさあ否認した否認したさあ外に展開。さあメッシからいいねいい崩し好きよ好きよ好きよ。おねるのかおねることができるのか。あーしショート速いボールそれじゃあっあーうまやばいいいねいいねいいねこれこれやばい。外から中に入れるのか中に出したおやばいいやーあー決めたんだね。だれだれだれマジでクリやクリクリか全員当てる2点目この選手2点目えこの選手この選手が2点目やったんやあかんわえ諦めだってお前なんか得点取る匂いせえへん調子悪い時も、うん、あのワールドカップのメッシさあここでポルトガルのクリスチアーノはさあどう展開できるのか。おっとここでメッシ選手からメッシ選手来た来たのかついに決めれるのかキーパーはよしボールを拾ったボールを拾った盛り上がると言わんばかりの誰決めたメッシナイススポンサーに怒ってくるのが多分いけあるぞこれ大事でしょこれ大事でしょやばい追いつかれるんちゃうほんまにあるあるいけやるな4枚5枚5対4やぞ面白い面白いよし守りきろメッシメッシうわいいマジでうまいうわめっちゃうまいやばい、右に上げる可能性ある。やばい、ああ終わった右に上げたあいつ課題やなあれわざわざ切り返すやん右行けられへんのにうわーとどめ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 やばいやばい行けお前お前もヒールかあるぞあるぞ行けやってみいいトラップ前向きながらのドリ遅寄せよ寄せよ
一人寄せよ。なんでそこメッシュおるの。よし、あ、あかん、あ、クリスタの、うわー、いいや、前棒、前棒、前棒、よし、よしよしよし。次回、本田圭佑選手対乾貴士選手です。